どうも、メカです。今回はこんなプロフィールの自分がスマホで操作できる新たなデジタルバンク UI 銀行について紹介していきたいと思います。簡潔にまとめていきますので最後までお付き合いいただけますと幸いです。時間がない人のためにまずは UI 銀行について簡単にまとめていきます。 UI 銀行は東京きらぼしグループが運営するデジタルバンクです。スマホから預金や振込、残高照会、為替が行えます。 UI プラスという優遇サービスがあり、条件を達成することで ATM 手数料、振込手数料無料回数が最大20回となります。また普通預金金利は 0.12%、 定期預金金利は 0.2% 以上と他の銀行に比べて高く設定されているのも大きな魅力です。ワンタイムパスワードでセキュリティも強化されていますし、マネーフォワードや財務など有名な家計簿アプリとも連携できます。金利にこだわりたいスマホユーザーにおすすめの銀行です。ではここから詳しく解説していきます。 UI 銀行は東京きらぼしフィナンシャルグループが運営しているデジタルバンクです。スマホにアプリをインストールすることで24時間いつでもどこでも口座開設から預金管理が行えます。シンプルかつ簡単に操作できるようにデザインされており、誰でも直感的に操作可能です。 UI 銀行に口座開設できるのは日本に住んでいる16歳以上の個人です。法人や16歳未満の方は口座開設ができません。 UI 銀行に対応している ATM はきらぼし銀行の ATM、 セブン銀行の ATM の2つです。預け入れ、引き出し、残高照会が可能です。きらぼし銀行の ATM ですが、預け入れについてはいつでも無料です。引き出しは平日の8時45分から18時までは無料、それ以外は110円の手数料がかかります。セブン銀行の ATM についても、預け入れについては前日無料です。引き出しについては前日110円の手数料がかかりますが、後ほど紹介する UI プラスが適用されると月間最大20回まで無料となります。振込手数料は金額問わず、他行宛ては86円、同行間きらぼし銀行宛ては無料です。振込手数料、 ATM 手数料が優遇される UI プラスというサービスがあります。ステージごとに条件と無料回数が決まっています。新しく UI 銀行に口座開設した人はステージ1から4までが適用されます。最低でもステージ1は適用されますので、振込手数料と ATM 手数料が毎月最低1回は無料となります。また10万円入金しておけば毎月3回までは無料です。ステージ3以降はややハードルが高くなります。そしてすでにきらぼし銀行に口座を保有している方はステージ2から5までが適用されます。こちらは誰でもステージ2が適用されますので、最低3回までは振込手数料、 ATM 手数料が無料です。さらに10万円をずっと入金しておけばステージ3の条件をクリアできます。ではここから UI 銀行のメリットについて紹介していきます。全部で5つありますので1つずつ解説していきます。一番のメリットは預金金利の高さです。普通預金金利で 0.1%、 定期預金は1年以上で 0.2% を超えます。大手メガバンクの金利は 0.002% ですので、こちらと比較すると100倍も変わってきます。もちろん1000万円までは預金保証制度の対象です。2つ目はスマホから預金を管理できるところです。口座開設や振込、為替、残高照会などさまざまなアクションが可能です。パソコンは必要なく、スマホアプリ一つで完結します。スマホに慣れた20代、30代なら説明なしで直感的に利用できるはずです。3つ目は ATM と振込の手数料です。誰でも毎月1回までATM と振込手数料が無料です。さらに UI プラスの
ステージ5が適用されれば最大20回まで無料になります。ステージ2まではハードルが低いので多くの人が達成できるはずです。4つ目はセキュリティです。振り込みを行う際はワンタイムパスワードの入力を採用しており、セキュリティを強化しています。ワンタイムパスワードは1回しか利用できないため使い回しができません。安心安全に利用できます。5つ目は家計簿アプリとの連携です。マネーフォワード ME、 財務、マネーツリーなど家計簿アプリと連携ができます。現在家計簿アプリで家計の入出金を管理している人に UI 銀行は相性がいいです。続いてデメリットです。2つありますので詳しく紹介していきます。1つ目は ATM の利用についてです。最近はスマホの QR コードをかざすだけで ATM を利用できるネット銀行が多くなってきました。しかし UI 銀行のスマホアプリから行えるのは振り込み、為替、残高照会がメインです。残念ながら ATM を利用するときはキャッシュカードが必要になります。2つ目はキャッシュレス決済についてです。 UI 銀行は現時点でキャッシュレス決済機能を提供していません。福岡銀行グループが提供しているみんなの銀行は Apple Pay、Google Pay にも対応しており、口座にあるお金をそのまま実店舗での買い物に利用できます。では最後にまとめます。大きなメリットは金利の高さ、振り込みや ATM をお得に利用できる点です。パソコンを保有していないスマホユーザーにとっては非常に利用しやすいデジタルバンクといえます。 ATM を利用する際はキャッシュカードが必要ですが、そこに不便を感じなければ大きなデメリットはありません。ランニングコストは一切かかりませんので、興味のある方は利用してみてください。以上、今回は UI 銀行について紹介してきました。こんな感じで自分のチャンネルでは日々の生活を少しだけ豊かにする金融関連の情報を発信しています。参考になったという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。